皆さんこんばんは。こんばんは。すごいたくさんの方が一番後ろの方までちゃんと声は届いてるでしょうか。大丈夫ですか。後ろの方いかがでしょうか。はい、そういうリアクション大変助かります。逆に一番前の方で聞いてくださってる皆さんよろしいですか。声がうるせえとかないですか。よござんすかね。はい、じゃあこれぐらいのトーンで進めていきたいと思います。さあ、ただいまから市民集会今こそ変えよう再審法カウントダウン袴田判決を開催いたします。私は本日総合司会を務めます認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。頑張って。すごく実はね、今日緊張してここに来させてもらったんですけれども、温かく迎えていただいてありがとうございます。さあ、まもなく袴田巌さんの再審の判決が言い渡されるということで、無罪判決が望まれるということはもちろんなんですが、大切なのはその先、その制度や仕組みにどうやって切り込んでいけるか。今日はその追い風を起こせるようなイベントになればというふうに私自身も思っております。ただこの短い時間の中で実はもう内容がこうもりもりたくさんですので、サクサクと進行をしていきたいと思います。さあ、まずは第1部、袴田巌さんへの支援メッセージをここで始めていきたいと思います。まず最初に主催者を代表しまして、日本弁護士連合会の淵上玲子会長より皆様にご挨拶申し上げます。淵上会長、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました日本弁護士連合会会長の淵上玲子でございます。本日は市民集会今こそ変えよう再審法カウントダウン袴田判決開催いたしましたところ、このように多数の皆様にご参加いただきまして本当にありがとうございます。いよいよ袴田事件の判決が1週間後に迫りました。袴田事件の死刑判決が確定いたしましたのは今から44年前、1980年12月のことでございます。当連合会ではその翌年の1981年11月袴田事件委員会を設置いたしまして、それ以来40年以上にわたり袴田事件の再審請求を支援してまいりましたが、ようやく無罪判決が手に届くところまでやってまいりました。しかしこの間、袴田巌さんは冤罪で死刑を執行される恐怖にさらされ続けました。その苦悩や絶望は想像を絶するしか言いようがありません。また本日会場に来られていらっしゃる袴田秀子さん、そしてご家族並びに支援者の皆様、その全員が並々ならぬご苦労をされてきたものと思っております。皆様の多年にわたる献身的な活動に対し心から敬意を表するとともに、あと一息、最後までぜひともよろしくお願いいたします。ただ袴田事件無罪判決が出ましても手放しで喜ぶわけにはまいりません。1966年8月に巌さんが逮捕されてから58年もの年月が経過しています。どうしてこれほど気の遠くなるような時間がかかるんでしょうか。しかも全国には今も冤罪を晴らすことのできない、そして苦しんでいる人が大勢います。その原因は冤罪被害を救済する最後の砦となるはずの再審制度が機能不全を起こしているからでございます。私たちは袴田事件の悲劇を繰り返さないためにも今こそ再審法改正を実現しなければなりません。本日の市民集会には各界から多くの方にお集まりいただきました。また YouTube では視聴されている方もたくさんいらっしゃいます。全国各地の弁護士会の会長、そしてここ日比谷野音に集まっていただいた皆様、その皆様の
沸き立つような熱気でここ日比谷野音から全国に向けて袴田事件の無罪判決と再審法改正の実現に向けた大きな風を吹かせましょう。本日はどうぞよろしくお願いいたします。市上会長ありがとうございました。さあ続きましてショートムービーの上映に移りたいと思います。このショートムービーを制作されたのはキム・ソンウン監督です。近年ですと花半目だったりあるいはアリラン・ラプソディだったり在日コリアの女性たちを追っているそんなドキュメンタリーでも知られていますがライフワークとして冤罪の問題を長らく追ってこられました。今回の市民集会のために袴田事件に関するショートムービーを制作していただきました。それではここでご覧ください。石川さんだよ。私です。東京高校の石川さん。戦国時代を通してね、なんちゃまん歴史において、本部の間に、松尾芭蕉初代がこれまで明らかになってきてるんで、今更嘘を言うのがないんだが、最後の神のどれほど正しいかということを認めさせるため、これ以上、袴田さんもね、苦しめちゃいけない。警察、私は許さない。あの人たちはね、殺人犯ですよ。殺人鬼ですよ。承知で。はい、もう、ご相談なんだ、待っておりました。
裁判所に対して何としても無罪判決を出してくれと、そういった要請を行います。正直に言うと、確定失った判決は異様な判決です。同じ友達がみんな苦しんでる、その人たちも同じように助かるように、日本が最終無罪になったとしても、これでやめるってことはね、その時だってさ、大きくなって皆さんにはショートムービーをご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。あの小さかった赤ちゃんがあんなに大きくなったんだっていうところを見ると、袴田さんが逮捕されてからの58年間という月日はもちろんのこと、袴田さんが釈放されてからもまた長い年月が経ってしまったんだということを思わせました。さあ、あのこのショートムービーを制作されたキム・ソンウン監督が会場にお越しくださっています。キム監督、一言いただければと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。あのキム・ソンウンと申します。今回の映像はあの一緒に若いスタッフと一緒に、作りました。私は、映画を作るっていうことで、冤罪犠牲者の人たちと時間を共にしてきました。きっかけは狭山事件です。今日もいらっしゃってますけども、石川和夫さんと幸子さんとの出会いがきっかけでした。なんでこの人たちは、冤罪にもかかわらずこんなにもまっすぐ美しく生きているんだろうかということに心が揺さぶられました。その後次々と、不思議で、魅力的な人たちとの出会いがありました。足利事件の菅谷さん、今日も来てますね。深川事件の杉山さんと、桜井さん、お二人は今日な、まあ、もう亡くなられましたけども、みんななんかあのなんかある人はね、捕まってよかったとかね、29年の獄中生活があるから今があるみたいなかと、でもやっぱりその陰で彼らがどれだけ苦しんできたかっていうことを、映画を作りながら体感させていただきました。彼らの魅力にほだされて映画を作ってきた一方、本当に権力の汚さ、魅力さ、あの権力の汚さに、もう腹綿が煮えくり返る思いです。まもなく袴田さんが、もう無罪は確定だと思います。でもですね、この機会に、再審法を改正しないと、今も苦しんでいる多くの冤罪被害者たちが、そのまま泣き寝入りすることになっていきます。ぜひですね、今がチャンスだと思いますので、僕自身、冤罪者の方たちと、関わりを持った責任として、声を上げていければというふうに思います。みんなで一緒に力を集めて再審を改正を、実現しましょう。どうもありがとうございます。ショートムービーを制作されたキム・ソンウン監督でした。ありがとうございます。さあ、本日は袴田事件の冤罪被害者である袴田巌さんのお姉様です。袴田秀子さんがご自宅のある浜松市から縁のこの日比谷までお越しくださっています。秀子さんにも一言いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは、袴田でございます。こんなにたくさんの方がお集まりいただいて本当にありがとうございます。私たちの裁判もあと1週間でございます。1週間後には判決が下されるものです。まあ私は要は無実だから無罪だと思っております。それに14年の3月27日に再審開始になった時、拘置所から今尾が出てきた時にもう勝ったようなもんだと思って私はおりました。
村山先生のおかげで命を拾われました。この頃の岩尾はちょっと年を取りましてね、ちょっと足が遅くなりまして、あの車でドライブしているんですよ。だけど47年7ヶ月拘置所にいたっていうことでいろいろ後遺症が出てきております。まだ拘禁症は治っておりません。尾を引いております。それでも裁判の決着がつくということは大変嬉しく思っております。47年間岩尾が拘置所で頑張った、その頑張りを再審開始法にぜひ皆様のお力で改正なり訂正なりしていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日は簡単でございますが、まあ再審開始法のまあ改正というか、最新を皆様弁護士さんの皆様も一生懸命でございますので、皆様にご協力をお願いに参りました。どうもありがとうございました。袴田秀子さんにご挨拶をいただきました。どうもありがとうございました。さあ、こうして秀子さんの言葉は多くの方々のその言葉の力で多くの方々を動かしてこられたことと思いますが、ただやはり長年戦ってこられた当事者の方、あるいはご家族、ご関係者の方々だけに背負わせていくのではなく、こうしたことが繰り返さないためのそうした仕組みをどのように構築していくのかということが今問われていると思います。続きまして、この再審法改正は今と題しまして、この再審法改正をめぐる状況、実際どうなっているのっていうところを報告をされるのが、日本弁護士連合会再審法改正実現本部本部長代行を務めです、鴨志田由美弁護士にご解説をいただきたいと思います。鴨志田弁護士、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。日弁連再審法改正実現本部本部長代行を務めております弁護士の鴨志田由美でございます。今日本当にこれだけたくさんの方々が来てくださって本当に嬉しいです。あの、実は準備の時はちょっと雨降りかかったんですけど、今の秀子さんが太陽だったんです。本当に雨が止みました。秀子さんがおっしゃったこと、岩尾の47年7ヶ月これを再審法改正につなげてほしい、まさにその通りだと思います。袴田さんは58年の戦いを経て、この26日、来週ですよ、ちょうど1週間後に、無罪の判決を確実にもらいます。そこを58年の戦いのゴールにしなければならないことはもちろんなんですけれども、それを今度は再審法改正のスタートにしなければなりません。しかもこれだけの皆さんが集まってくださっているように、勢いは今来てるんです。ものすごいロケットスタートでスタートダッシュを切って、一気に法改正まで持っていかなければなりません。ぜひご協力をいただきたいと思っています。そのような思いを込めて、スライドが出ると思います。はい、今どうなっているのかということをですね、あの現状、この再審法改正運動の現在地を、少しご紹介させてください。私たち日弁連では2022年、2年前ですね、6月に再審法改正実現本部を立ち上げました。これは日弁連を挙げて、この再審法改正問題に取り組むというためのオール日弁連の組織なんです。その、2022年6月から今までの間、日弁連ではやっぱり法律ですから、私たちが頑張っても法律変えられないので、国会に法律を作る国会に様々な働きかけを行ってきました。その成果として今年2024年の3月11日に超党派すべての政党の議員が加入する形で再審法改正を目指す議員連盟が発足しました。設立した時にも134名というこういう超党派の議員連盟としてはかなり大規模でスタートしましたし、各政党の党首クラスがみんな
顧問に就任をするというそういう見事な議員連盟なんですが、なんと設立から5ヶ月ちょっと経った現時点でですね、なんと現在の入会数は347名です。ありがとうございます。これは全国会議員の 49% です。もうあとちょっとで過半数になるという状況に来ています。またこの国会の動きを後押しするように地方からも声が上がっています。例えば地方議会、今ですね12の道府県議会、北海道、岩手、群馬、山梨、静岡、長野、岐阜、三重、京都、佐賀、奈良、そして、佐賀が2つあります今気がつきました。すいません、滋賀です。滋賀県の皆さんごめんなさい。12の道府県議会を含む348の議会が国に国会に再審法改正を求める決議を採択しています。この動き、さらにこの9月議会で広まっていくと考えています。またそれとは別に、県知事や市長さん、それから区長さん、23区のですね、こういった首長さん全員で90名もいらっしゃるんですけど、個別に再審法改正の賛同を寄せてくださっています。また各種の団体、今日もいろいろな団体の方がお見えです。労働組合や、アムネスティインターナショナルといった人権団体、日本ペンクラブ、さまざまな団体が現在440日弁連に団体としての再審法改正のメッセージを送ってくださっています。なんかこう聞くともうすぐ法改正できるとか思いませんか。でもね、そんなに甘くないんです。今やはり法務省や検察は法改正にとても消極的です。すごい抵抗をしています。この岩盤のような法務省や検察庁を、その岩盤を打ち破って法律を変えていくためには何が必要か。一つにはやはりこの賛同してくださる、議連に入ってくださる議員を増やすことです。というのは、これ今総裁選挙もありますよね。自民党の総裁選挙は袴田判決の翌日ですからね。こういうタイミングだからこそ、今まで再審法改正はとかく票にならないとか言われてきましたけれども、そうではないんです。袴田さんのあの58年を、あの苦闘の戦いを今再審法改正で前に進めていくためには、あなた方再審法に改正に賛成しなかったら票を入れませんよというぐらいの圧倒的な世論を盛り上げていただきたいんです。ぜひ皆さんの声を政治に、国会に届けて、本当に今年、そして遅くても来年の通常国会で再審法改正を実現させなければいけません。ぜひご協力をお願いします。私は第2部でも登場しますので、皆さん帰らないでくださいね。よろしくお願いします。今日本当にありがとうございます。鴨志田弁護士、パワフルなコメントをありがとうございました。本当にこう長年にわたって岩盤を動かす天種をこう築いてこられた方々がたくさんいらっしゃったことと思いますが、最後のもう一歩というところで、このイベントがその追い風になっていけばというふうに思っています。さあ、続きましてリレーメッセージに移っていきたいと思います。本日は袴田事件の判決を1週間後に控えているということで、広く各界から多くの方々がこの日比谷野音に集ってくださいました。その中から何名かの方に袴田巌さんへの支援メッセージをいただきたいと思います。まず最初に、自由民主党の衆議院議員であり、冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟の会長を務めです柴山雅彦さんからメッセージをいただきたいと思います。なお本日は他にも会場に駆けつけてくださっている国会の議員の皆さんいらっしゃるということで、会場にいらっしゃるようでしたら一緒にご登壇いただければと思います。まずは代表しまして柴山雅彦さんからお一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。いよいよ待ちに待った袴田判決が1週間後ということで、本当に多くの熱を持った集会がこのように開催されたこと、心から私からも感謝を申し上げます。先ほど日弁連の渕上会長、また鴨下先生からもお話がございました通り、冤罪は最大の人権侵害です。これを許さない、この姿勢は与党も野党もありません。だからこそ短期に340名もの議員が党派を超えて同じ志を持って
この議員連盟に参加をしてくださいました。もうメンツ、そして法的安定性のマジックワード、これは人権侵害のもとに一歩引いていただかなければいけない。ぜひとも、皆様の熱い、勢いを持ってですね、この再審法の改正をなんとか実現をさせてい、きたい、この思いで、今日は同志の議員の皆様と参加をさせていただきました。それでは議連の事務局長を務めておられる同じ自民党の井出庸生先生です。そして社民党からはおなじみの福島先生、そして大椿先生、そしてあれ維新の会でご自分で刑事司法の問題点について熟知をされている鈴木宗男先生がどこかにいらっしゃると思うんですが、どこでしょうか。もしかするともう変えられたかもしれません。多くの方々と力を合わせて頑張ってまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。柴山雅彦さん、そして本日この会場に駆けつけてくださった国会議員の皆さん、ありがとうございました。では本日市民集会への参加は叶いませんでしたが、与野党の党首から応援メッセージが寄せられています。お名前だけご紹介したいと思います。公明党代表山口那津男参議院議員、立憲民主党代表泉健太衆議院議員、日本維新の会代表馬場伸幸衆議院議員、日本共産党委員長田村智子参議院議員、国民民主党代表玉木雄一郎衆議院議員、れいわ新選組共同代表大石晃子衆議院議員からも応援のメッセージを寄せていただきました。どうもありがとうございました。さあ本日は日本プロボクシング協会袴田巌審議員会の皆さんも会場にお越しくださっています。ご存知の方も多いと思いますが、袴田さんが犯人に仕立て上げられていったその過程では、元ボクサーならやりかねないボクサー崩れ、そういった偏見があったということも指摘をされてきました。実は袴田さんは、プロボクシング協会プロボクシング全日本のフェザー級で6位という実績を残したボクサーでもあります。そうしたこともあって、日本プロボクシング協会では袴田巌さんの審議会を発足させて、ボクシング界が一丸となって袴田巌さんの審議を行ってこられました。それでは日本プロボクシング協会袴田巌審議会の皆さん、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。袴田巌支援委員会、日本プロボクシング協会袴田巌支援委員会、委員長の新田翔生と申します。ありがとうございます。いよいよ9月の26日に、本当に、悲願の、判決が出ることになりました。我々ボクシング協会は、古くは、ファイティング原田さん、そして輪島浩一さん、最近では、元ロンドン、五輪金メダリストの村田亮太選手、元世界チャンピオンですね、それから今や、世界で名だたる、名前を挙げてます井上尚弥選手、こういった、有名な世界チャンピオン、そして無名な、我々ボクシング関係者もみんなで、長く応援してきました。そして、なんとかですね、この再審無罪獲得して、真の自由を獲得しようと頑張っているところです。そして今日は、2人、おしゃべりしていただきたいと思います。まず、1人目がですね、袴田さんの、漫画を、描いています。元プロボクサーで、事件があった清水出身の元プロボクサーの、森重美さんです。そしてもう一方、天才たけしの元気が出るテレビのボクシング予備校という、コーナーから世界チャンピオンになられました元世界スーパー、フライ級チャンピオンの飯田聡さんです。じゃあまず森さんから一言お願いします。森です、こんにちは。事件のことが少しでも多くの人に伝わるように漫画一生懸命描いてます。ボクシング協会のホームページから見れるんで、ぜひ見てみてください。今後ともよろしくお願いいたします。そして、元世界スーパーフライ級チャンピオン飯田聡さん、お願いします。
紹介していただきました飯田聡志です。ありがとうございます。私が支援活動に、加わったのはやっぱりこの事件が、どう調べていっても犯行動機であったりその犯行、凶器であったりとか、その現場の状況いろいろ逃走経路ももうデタラメすぎるな。でもうやっぱりその袴田巌さんがお前が犯人だろうってなったのがボクサーに対する偏見それがもうあったと思って、そこに本当に怒りを覚えて、支援活動に加わりました。でもじゃあ今その当時の検察官や検察に腹が立ってるかというとそうではないんですね。やっぱりもう今の検察官や、っていう人たち裁判所がしっかりとした見直してやっぱり間違ってたなっていうのをもう、昔の話をほじくり返すんじゃなくてもう来週ですよね。来週本当にしっかりとした判決を出してもらえばもうそれだけです。でまたそうですね、その判決が出た後また検察も、またもう一度再審なんてことがないように、それだけをもうただただ願って、思ってます。もう皆さんもぜひ声を上げて、支援していただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。支援ピンバッジを、持ってうろうろしてますんで欲しい方お渡ししますんでぜひ捕まえて、これを、見てですね支援が広がるようにぜひご協力お願いします。ありがとうございました。日本プロボクシング協会袴田巌支援会の皆さんどうもありがとうございました。ご登壇くださった森茂美さんの描かれたスプリットデシジョン、この袴田事件の問題点がぎゅっと凝縮されていますのでぜひ皆さんも読んでみてください。私事ではあるんですけれども私も実は祖父がプロボクサーでして私自身も今ボクシングを続けております。この競技を愛する一人としてこの競技が元になってプロ競技への その偏見が元になって冤罪が作り出されてしまったそのことには強く抗議を申し上げたいと思います。さあ続きまして大河原加工機事件の冤罪被害者である大河原正明さんからメッセージをいただきたいと思います。大河原加工機事件皆さんご存知かと思いますがそもそも犯罪にならない案件について社長の大河原正明さんたちが2020年の3月突然逮捕拘留されそして約11ヶ月もの間身体を拘束された後に警察官が起訴を取り消したという大変異様な過程をたどった、極めて深刻な冤罪被害です。それでは大河原正明さんどうぞよろしくお願いいたします。今日この席に、来させていただいたのは、袴田さんの、ヒデプさんとお会いして、袴田さんの思いそれから、辛かった日々そういうことを自分が、味わったことと重ね合わせると本当に辛い、日々を過ごしたんだなと思って、応援のために、来ました。今回形としてはその再審法の改正ということなんですけれどもそれまで、実際に私は全くこういうふうなことを知りませんでした。でただこの再審法が、きちっと改正されて再審がスムースに、早くできるようになれば、ひょっとしたら自分たちの受けた、取り調べそれから実際に逮捕されてからのことが変わるんではないかなというふうに思いました。やはり今回我々、逮捕された時に、その元になった警察の調書それからそれをベースにした検察の仕方
それがやはり、あまりにもずさんで、実際に、言っていないことも平気で、調書としてできてしまう、そういう、ことが、起きていたわけです。でこれが最新法、こういうふうなものが、スムーズにできるようになれば、あやふやな状態で逮捕するとか拘束するとかっていうものはなくなるんじゃないかなというふうに思いました。とにかく、この袴田さん、この最新で、いい結果が出るように、で、晴れて、皆さんの、前に袴田秀子さんの方から報告ができるようになることを祈ってます。大河原正明さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。この大河原加工機事件をめぐりましては、その捜査の違法性などと裁判がまだ継続中ですので、皆さんそちらもぜひご注目いただければと思います。さあ続きまして、すでにあのステージには立っていただいていますけれども、金平重則さんからメッセージをいただきたいと思います。TBS の報道特集のキャスターを務めてこられたということで、ご存知の方も多いと思いますが、現在は日本ペンクラブという団体の言論表現委員会の委員長というお立場でもあります。金平さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。日比谷の夜はいいですね。雨も上がったし、ここ来週僕は琉球フェスティバル見に来るんですよ。ここすごくいい場所で、これぐらい人が集まるとなんかいいんですけども、楽屋でね、さっき言ったら僕は報道特集ってところのキャスターやってたんですけど、報道ステーションのキャスターやってた古田さんがいてですね、報道特集と報道ステーションが一緒に、協力してやるっていうのはきっとこの場でしかないですよ。そのぐらいすごく重要なことで、先ほどどなたかが翌日に自民党の総裁、某政党の母性選びをする日だとかなんか言って、今メディア含めて大騒ぎしてますけど、僕は正直言いますけれども、袴田事件の判決の方がよほど大事だと思いますよ。無実の人間を有罪というような形、しかも死刑というような形にしてですね、長い間自分たちの間違いを認めないでずっと長引かせていた責任というのはきちんと取らないとダメだと思いますよ。僕は本当に無実の人を有罪にしておいて、本来裁かれなきゃいけないような人たちを野放しにして、僕が申し上げているのは、例えば税金逃れをしていた裏金議員とか、それから、元財務省の理財局長って言ったね、明確な犯罪を犯しても放っておかれている、あるいはもっと言うと僕の元いた局の民間放送の記者でなんか逮捕直前になんか逮捕を逃れて、ああいう人たちのことを念頭に置いて言ってるんですけど、もうこれ以上嫌な人の話をしないでおきましょうね。僕は1分前ですよね。今度の判決ってすごく大事な判決なんで、僕は無罪判決をどう確定させるかっていうことを注目してます。検察っていうのは自分たち の間違いをなかなか認めようとしないんですけど、僕は今度の無罪判決が出たらですね、確定判決の前に、確定する前に、控訴をしませんというふうに彼らは言うべきだと僕は思いますね。そういうことをしないでずっと曖昧なまま、まさか控訴はしないと思いますが、無罪判決の、期限を待ってるみたいな態度っていうのは僕は許されないというふうに思いますね。最後にですね、僕は先ほどの、映像を見てましたら、袴田さん、岩尾さんにもお会いしましたですけども、非常に過酷な現実を生きておられるという、そこに誠実に向き合うということがどれだけ大事かというね、そのことをおろそかにしてはいけない。だから、間違いを犯したことをきちんと認めましょうと。裁判所も検察官も一部の弁護士も
それからあえて言いますが、そこで今撮影しているような僕らの仲間のジャーナリストとか記者たちも、間違いをどう正すかということについてきちんと向き合いましょう。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。さあ、リレーメッセージも佳境に入ってきましたけれども、最後に若者たちにも登場してもらいたいと思います。本日の市民集会には袴田事件や冤罪事件にこう関心を持っている若者たちが大勢参加してくださっています。どうぞ皆さんの壇上に上がられてください。今日はその中からお三方にご参加ご発言をいただきたいと思いますが、まずお一人目は袴田事件の再審開始決定が確定してからこの袴田事件に関心を持ち、読んでくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、今は清水っ子袴田事件を追うというブログでこの事件のことを発信している中川真央さん。中川さんは袴田さんが釈放された当時まだ中学1年生だったということで、どんな思いを持ってこの事件を追っているのか語っていただきたいと思います。中川さん、よろしくお願いします。ご紹介に預かりました袴田事件支援者の中川真央と申します。よろしくお願いいたします。本日はこのような機会をいただきまして本当に恐縮でございます。ありがとうございます。私は現在24歳でして、事件現場である清水で生まれ育ちました。袴田事件に最初に関わったのは再審初公判が始まった時に、ちょっとやじ馬のような形で行かせてもらったのがきっかけで、そこから支援者の方々にすごくよくしていただいて、気づいたらなんか支援者になっていたみたいな形なんですけれども、そこで私も支援者の熱意でしたり、ひで子さん、岩尾さんのご様子でしたり、弁護団の方々の姿勢っていうものを目にしまして、私も何かしたいっていうことで、ここで支援者という形で若い世代として何かできることがあるかなというところで、ブログだったりとか SNS の発信というところを頑張ってまいりました。袴田事件、来週ちょうど来週判決になります。事件発生から58年、岩尾さんの死刑が確定してからは44年が経ちます。再審法の不備によって岩尾さんや秀子さんはもちろんのこと、支援者の方々であったり弁護団の皆様も同じように労力だったり年月を重ねられてきました。一刻も早く、まずは一刻も早く岩尾さんの無罪を確定させること、検察官は、私は再審公判を8回傍聴させていただいたんですけれども、その中でも検察はずっと中身のない有罪立証を繰り返してきましたし、挙句の果てには死刑を求刑しました。その上にさらに控訴をするなど絶対にありえないことだと思います。まずは来週の無罪判決を迎えること、そこで再審公判に皆様にも来ていただきたいと思います。そして控訴をさせないためにぜひ力を貸していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そして私たち若い世代が中心となって再審法の改正でしたり、ひいては司法制度全体の改革というところに尽力していけたらなというふうに思います。本日は、私の支援者仲間なんですけれども、私より一つ上の25歳で中学生の時から11年間支援をされている大貫義信さんという方もいらっしゃっております。このように若者たちが中心となってこの袴田事件というひどい冤罪事件を決して無駄にしないように後世に受け継いでいけるように頑張っていけたらいいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。中川さん、ありがとうございました。中川さんが集っていらっしゃる清水っ子袴田事件を追うというブログ、ぜひ検索していただくと皆さんもこう見つかると思いますので、ぜひ皆さんも読んでいただけたらと思います。中川さん自身の目線でこの事件を追っているブログです。さあ、続きましてお二方目ですが、布川事件という冤罪事件の被害者である桜井昌司さんの支援を続けてこられた宇野茜さんです。
桜井さんのこう事件に関しましては、先ほどご登壇くださったキム監督が俺の記念日というドキュメンタリー映画も作られていますが、その俺の記念日のパンフレットにも宇野さんは登場くださっています。桜井さんの支援の輪の中には実は宇野さんのようなお若いご友人の存在もあったということで、ここで宇野さんにお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。私は日本国民救援会を茨城で活動しております宇野と言います。救援会との出会いは昨年8月に亡くなってしまった布川事件の桜井昌司さんがきっかけです。元は両親が救援会で活動をしていたので、桜井さんはとっても近い存在でした。私は桜井さんに夢をもらいました。20歳になった時、私今27歳なんですけれども、20歳になった時に救援会に入会し、布川事件以外の冤罪事件も支援する参加するようになり、誰にでも平等に明日冤罪に遭う可能性はある、冤罪という言葉だけでも一人一人みんなが知っていれば何か変わることがあるかもしれない、私は若い人に冤罪という言葉だけでも知ってほしいと思っています。そして欲を言えば支援もしてもらいたいと思っています。再審法改正、無実の人を無罪に、袴田さんは無罪判決まで58年、布川事件の桜井さんは44年、あまりにも長すぎます。もっともっと早く解決してもよかったはずです。私はいろんな人に冤罪があることを知ってもらい、自分が冤罪の被害者や加害者にならないよう、冤罪事件が今も世界中にたくさんあり苦しんでいる人がたくさんいることを知ってもらうだけでもいいので、より多くの人に広めていきたいです。これが桜井さんのくれた私の夢です。ございました。俺の記念日のこうパンフレットの中でこう宇野さんたちがね、こう桜井おじちゃんとか、それから庄司っていう風になんかね、下の名前でこう呼んでいたり、若いご友人たちのこう存在というのが私も非常に印象に残っています。ありがとうございます。さあ、お三方目ですが、イノセンスプロジェクト、こちらにお集まりの方々はご存知の方も多いと思いますが、1990年代にアメリカで始まった冤罪被害者の方々を救済するためのこうプロジェクトです。そのイノセンスプロジェクトジャパンで学生ボランティアを務めている佐藤のどかさんにコメントいただきます。佐藤さん、お願いします。皆さん、こんにちは。佐藤のどかと申します。登壇しているのは関東の大学生有志になります。私はイノセンスプロジェクトジャパンという冤罪救済団体で学生ボランティアをしています。今日は袴田事件と日本の再審制度の問題を多くの方と一緒に考えるために集まりました。私たちは無実の人が48年もの間不当に拘束されるという非常に深刻な冤罪事件である袴田事件によって日本の刑事司法制度に大きな問題があることを教えられました。私たちは今日同じような過ちを二度と繰り返さないために声を上げています。今の再審制度には再審請求がなかなか通らないというところに問題があります。また警察や検察が持っている証拠に十分アクセスできないことが再審請求の大きな壁になっています。さらに袴田事件は静岡地裁で再審開始決定が出され、それが確定するまでに9年もの時間がかかりました。袴田さんのような苦しみが再び生まれないようにするには再審制度の改正が急務だと強く感じています。私たち学生にできることは限られているかもしれません。しかし SNS での発信や署名活動、こうした集会への参加を通じて声を上げることで多くの人に問題を知ってもらい関心を持ってもらうことができます。冤罪は誰にでも起こりうる問題です。だからこそ私たち一人一人が声を上げることが大切であり、それが刑事司法の改革を進める力になると思っています。袴田さんの無罪判決と再審法の改正に向けて私たちが社会を変える力を持っていることを信じて共に行動していけたらと思います。ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございました。そして、ご登壇くださっている若者の皆さんにも改めて皆さん拍手を送りください。どうもありがとうございました。
さあ、この再審法の問題を次世代に先送りをしないためにも、今私たちが何をしていくのかということが問われていきます。皆さん、あっという間でしたね。第1部、いろんな方々の思いがこうギュッとギュッとこう凝縮された第1部でしたけれども、この第1部、袴田巌さんへの支援メッセージはここで終了となります。ご登壇された皆さん、改めましてありがとうございました。さあ、続きまして第2部に移っていきたいと思います。この第2部自体はこの再審法の問題をより皆さんとこう深く考えようという時間を築いていきたいというふうに思っています。今日ここにお集まりのこう皆さんも再審法についてよく知っているという方も、今日はちょっと興味を持って来てみたけれども、なかなかちょっとこの問題馴染みがなくてという方も中にはいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、ぜひ何が問題なのか、でどんなふうに変えていくべきなのかということをここから深めていく時間にできればというふうに思っております。それでは続きまして、ここから第2部が始まっていきます。お待ちかね、日比谷の空が皆さんインクブルーに染まってまいりました。そして大きな画面は沖縄の海、まさにエメラルドグリーンの美しい海が開けてまいりました。思えばこの星におきまして38億年前にまさに生命体が誕生を見たのであります。それからあっという間の歳月が流れまして、今から20万年前にホモ・サピエンス・サピエンスという我々が誕生したのでありますが、その後は脳が 1550cc の身に覚えのない、ああ始まっちゃった、始まっちゃった、なんとしてでも無実を証明したいな。今の俺言ったらなかなかの説得力やと思うけど、濡れ衣ってマジで不快やん。マジでや、冤罪によって無期懲役や死刑を宣告されたらシャレにならんやん。もちろんそんな時のために裁判のやり直しを求めるってのがあるんやけど、残念ながら今の日本の制度では再審が行われるまでに何十年もかかってしまったり、無実を証明するために必要な証拠が警察や検察によって隠される、時には捏造されるといった可能性があったり、ルールが決まってなさすぎて裁判官のやる気次第でやり方がバラバラやったり、問題が山積みなんや。こうした再審法の不備によって冤罪を晴らすのに何十年もかかってしまって人生を奪われるケースが数多くあるんや。58年もの間冤罪を晴らすために戦い続けてる袴田巌さんの事件、いわゆる袴田事件もその一つや。袴田事件は今度9月26日に判決が言い渡される。語弊があるかもしれんけど、社会的な関心が高まるこのタイミングは再審法を見直す絶好のチャンスでもあるんや。正直あんまり自分不足は思えへんなって人も多いかもしれんけど、検察や警察といった捜査機関、そして司法も人間がやってる以上冤罪の可能性をゼロにすることはできへん。自分や大切な人が冤罪によって人生を奪われへんためにも再審法改正について考えてみよう。現在の刑事手続きに関する法律が1949年に施行されて、他の刑事法に関してはこれまで様々な改正がされてきたんやけど、再審法はなんと一切手つかずで、75年前のものが今でも現役バリバリやねん。75年前やで、75年前言うたらガッツ石松が生まれた年やで。ガッツ石松先輩が今でも現役でバリバリ試合してたらシンプルに心配やろ。ガッツでどうにかなるかい。今の最新法先輩もそろそろ新たにしていかなあかんと思う。最新法の大きな問題点を3つざっくり紹介すると、1、ルールが先でクソすぎ、2、証拠の扱いがクソすぎ、3、検察の時間稼ぎがクソすぎの3つや。順番に説明していくな。まず1、ルールなさすぎてクソすぎについてなんやけど、なんと今の法律では再審に関するルールが定められてなくて、裁判官によってやり方がバラバラや。これボクシングやったらその時のレフェリーによって今回はアメリカンサッコの使用を許可しますとか、今回はアッパー以外のパンチは禁止としますとか、今回は乳首が見えたら限定になりますんで1万円払ってくださいとか、毎回ルール違うんだったらもうテンパるやん。当たりのレフェリー引くか外れのレフェリー引くかで試合内容に格差が出てくる状況っておかしくない？再審ってまさにそんな感じで、裁判官のやる気次第では再審の手続きが行われてるかどうかもわからんまま終わってしまったというケースもあるらしい。せやから再
会中もしっかりルールを決めて明文化する改正が求められてるけど、みんなはどないよ。お次はに証拠の扱いがクソすぎなんやけど、そもそも裁判所が再審やろうかって決めるためには無罪を示す証拠がないと難しいんやけど、そこは検察や警察が管理保管してて、もしその中に無罪を示す証拠があったとしても有罪判決を守るためにそういった証拠を隠すことができる。え、証拠って全部裁判所に出されるんちゃうのって思った人も多いかもしれんけど、普通の刑事裁判でも警察は有罪に必要な証拠ばっかり法廷に出してくるし、再審でも無罪方向の証拠は出せへんかったりするんや。実際袴田事件では事件発生から42年以上経って検察側がそれまで明らかにしてこなかった証拠が約600点も出てきて、その中には無罪を示す証拠、死刑判決を覆すような新証拠も含まれていた。他の冤罪事件でも証拠はこれ以上ないとか見当たらないとか紛失したとか言いながらしっかり証拠が残っていたものもある。今の法律では証拠をどう保管してどうやって管理するかのルールが定まってないから、適当な言い訳を並べて証拠を隠すことができる内容になってるね。さらにヤバすぎるのが、過去の冤罪事件では警察や検察によって証拠が捏造されていたということもあって、今回の袴田事件でも捜査機関による証拠の捏造が疑われてるんやけど、証拠の扱い方ヤバすぎ。これボクシングで言うたらビデオ判定の映像をデータ消えたハードディスクが見当たらへんとか言うて自分に不利な映像だけ隠して、アマツさえあの VFX とかで俺のパンチに直撃してる感じにしといてで捏造してるようなもんや。警察や警察は自分らの間違いを認めると権威が揺らいでまうから、こういった証拠隠しや証拠の捏造してるのかもしれんけど、そんな権威みたいなもんのために無実の人の命や人生が奪われてええはずないやん。人の命や人権を軽く見すぎや。検察検察の人権感覚の軽さがミニマム級って怖すぎ。せやから適切に証拠が開示されるよう証拠の扱い方に関するルールを法改正で決めた方がええと思うんやけど、どない思う？最後にさ、検察による時間稼ぎがクソすぎなんやけど、数々のハードルを乗り越えて裁判所がよっしゃほんま再審やろうかって決定しても、検察がいや俺たちは再審やりたくないっすって不服を申し立てることができるのね。せやから裁判のやり直しをする前に裁判をやり直すかどうかの審理にめちゃめちゃ時間がかかってしまうんや。袴田事件ではせっかく再審開始の決定が出たのに、検察が不服を申し立てたせいでやり直しの裁判が始まるまでにそれからさらに9年もの月日がかかっとる。これ再審による救済を求める人たちが高齢になって亡くなるまでの時間稼ぎをしてると思われても仕方のない状況や。これボクシングで言うたらわーどう尽きるまで転換と重ねるようなもんやぞ。日本が再審法のお手本にしたドイツではちょうど60年前、なんと最初の東京オリンピックが開かれた1964年に検察が再審に対して不服を申し立てることを禁止する法律ができとる。日本でも同じく禁止にして一刻も早い冤罪被害者の救済ができるようにした方がええと思うんやけど、みんなはどない思う？最後になるけど、袴田さんは元プロボクサーや。明日死刑が執行されるかもしれないという恐怖に苛まれ精神を蝕まれながらも再審無罪を勝ち取るために58年戦い続けてきた。もうええやん、肩の荷を下ろしてゆっくり休んでほしい。あとは袴田さんの戦いについて知った俺たちがどうするかや。二度とこんなことが起こらんよう明日のために再審法改正のゴング鳴らして、はじめの一歩踏み出そう。さあ、ということで、青い海を背景に赤いふんどしで社会問題を叫ぶセアロガイおじさん、私同い年の友人でもあるんですけれども、そんなセアロガイおじさんにまとめていただいた動画、皆さんいかがでしたでしょうか。堀島の NHK の朝のドラマ、虎に翼というドラマで今日実はですね、あのクソという言葉が連発される場面があったんですけれども、今日はセアロガイさんに3つのクソポイントをうまく凝縮していただいたなというふうに思っております。ということで、ここから第2部、最新を語り最新法改正を訴えようを始めていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さ
さあこのド派手な動画から始まりましたけれども、古田さんいかがでしたか？あのセアロワイさんが今日来てるんですよね。あら、びっくりしました。噂によると、噂によるとそうらしいですね。いや噂じゃない、見たんだもんだってさっき。本当？話しましたから私。動画から抜きに出てきたんですか？いや違う、普通に来たらしいですよ、飛行機。びっくりしましたよ。あら、シアルワおじさん、どっかにいると思いますよ。スタンダード。どっかにいるんですよ。あ、動画から抜きに出てこられました。ありがとうございました。最後ね、あの美しい海になんで飛び込んだか意味わかんなかったんですけども、あの途中でパンと皆さんがいきなり拍手してここで終わりだと勘違いしたシーンありましたね。そこから延々と続いたんですけど、そのおかげで本当にかいつまんで分かりやすくやっていただいて、母なる海とともにありがとうございました。ありがとうございました。もう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございます。本当に喋っていいですか？ここで僕がね、皆さんにちょっと言いたいのは、霞ヶ関の官僚の方も仕事終わって日比谷公園を通過して地下鉄で帰る方はここにも寄ってもらいたいと思うんですけどね、権力がいかに腐敗してるかっていうことを改めて考えなきゃいけないと思うんです。で、今度は自分の心根を考えてみました。僕なんか素人同然ですから、この冤罪事件に関して、袴田事件に関して考えてみました。そしたらこういう言葉に行き当たりました。こんな言葉があります。皆さん聞いてください。人は遠くのものに美しく行かれるっていう言葉があります。人は遠くのものに美しく行かることができるんだという言葉があります。例えばウクライナ、ニュースを見ていてひどいことになってる。ロシアもひどいことになってる。ガザ地区、イスラエル、どうなってんだおい、ひどいよな人間はって言って、遠くのものに美しく怒って自分を棚上げするんです。私もその一人です、正直言っちゃえば。これだけ冤罪事件が多くてえらいことになっていて、法律改正をしなきゃいけないと思いながらも、思い出します、2014年袴田さんが釈放されました。富川アナウンサーがついて密着して、秀子さんと特にドキュメンタリーを報道ステーションでも流しました。その時本当にじくじたる思い、胸が締め付けられます。それから日々のニュースに追われながら、また自分のクラスを鑑みながら、スーッとそういうことを忘れていく瞬間が重なってきたりするんです。そういう自分に厳しくなきゃダメだと強く思います。そう思いませんか皆さん？そう思いませんか皆さんって、まるであのなんか次の総選挙で立候補するようですけど、しませんけどね。あのね、もう一つ映画を見ました。今日キム監督お見えになってますけども、素晴らしいドキュメンタリー映画でした。見てない方はぜひまた見ていただきたいと思います。夢の間と書いて夢の間の世の中、袴田さんのこれまでの流れを釈放以降もずっと描いております。その中でいくつもの印象的なシーンと言葉がありますけれども、そんな中で私が一番印象に残ったのは秀子さんのある言葉です。冤罪についてこう言っています。冤罪っていうのは昔からずーっとあった、昔の方が多かったと思う。だけど昔はもっと泣き寝入りしていたんだ。この後です。うちはそうはいくかよと言いました。この気持ち大事ですよね。どれだけ秀子さんが折れそうになったら、自分の弟さんと面会もできなくなった時もあった。だけど結果的にはそうはいくかよ、そのまんま時が流れるのは待ってられないと思う。その情熱というものがこういうところまで来て、あと1週間後ということになったわけですよね。皆さんもう一度改めて考えましょうよ。だってこれだけ自民党の総裁選祭りメディア使ってやってますよ。ガンガン盛り上がってますよ。経済活動も何もいろんな国防の政策も大事です。この話してもらいたいですよね。本当に何回も今日も専門の皆さん方言ってますけども、1週間後この無罪判決が出ると言われている。その時あたかもそういう総裁選祭りをやってるなら、選挙の結果を一生懸命狙ってここまでお祭りやってるんでしょ。選挙で票を取りたいんだったらこのこと扱ってほしいですよね。ぜひみんなで考えていきましょう。それでは私なんかの喋りはこのあたりにして、スペシャリストの方々を次々紹介して30分ほど安田さんいただいてディスカッションしてよろしいですか？はい。それでは入場していただきましょう。まずトップバッター、皆さんご存知の村木厚子さんの登場です。元厚生労働副次官で、あの郵便不正事件、これに関して冤罪被害を受けました。身柄拘束に関しまして164日間に及んだ
大変な辛い意見をされました。よろしくお願いいたします。どうぞお座りください。さあ続きましてはですね、はい、あ、登場いたしました村上さん。はい、村上さんどうぞお越しください。明治大学の法学部の教授でいらっしゃいます。現在は先ほども出ましたけど連続テレビ小説の虎に翼で法律の講師をしていらっしゃいます。今日は専門なんでよろしくお願いいたします。さあ続いてまいりましょう。続いては、はい、入ってまいりました、はい、津田大輔さん、ジャーナリストであります。皆さんご存知だと思いますね。ちなみに関係なくですけど、東京は北区滝の川で東京です。同じ小学校です。ものすごく距離を詰めてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。最新法改正のリアルについてお話しいただきたい。そしてもう一方どうぞ登場してください。もうあえて紹介するまでもないかもしれませんけど、映画監督でシャルウィーダンスとか四股踏んじゃったとか、カツメ、そういう映画を撮ってきて、そしてあの冤罪事件の映画も扱いました、そう監督です。よろしくお願いします。それでも僕はやってない。そしてそういう中で空席になってますけども、あの自民党の代議士の稲田朋美さんがちょっと遅れて、所要で遅れてますけども入ってくる。ここに座って、あの方も冤罪事件に関して情熱を持ってらっしゃる、途中参加ということになります。皆さんよろしくお願いします。まず早速村木さんお伺いしたいんですけども、散々言われますけど検察っていうのはストーリーを紡ぐのうまいじゃないですか。私はね、ある意味検察っていうのは悪のウォルト・ディズニーだと思ってるんですよ。本当に話作るのうまいじゃないですか、おとぎ話を。で、そういう中で村木さんの場合はフロッピーディスクにまで大阪地検特捜手つけましたよね、いじりましたよね。よくあんなストーリーラインを作れるって言うんですけど、あの人たちはあんまり間違ったことやってるって意識ないんじゃないか、そっから聞きたい。何なんだろうと思うんですけど。そうですね、あの間違ったことをやってるとは思ってなくて、はい、自分たちは正義の味方だから、はい、こいつを自白させなきゃって思ってやってるんだろうと思うんです。そうですよね、だから取り調べの一番最初に私が言われたのは、僕の仕事はあなたの供述を変えさせることです言われたので、まあ、真相解明は仕事ではないだろうと思いますよ、ね、そうなんですね。もうアングルがもうバイアスが違うところにかかってるんですよね。あなたの供述を変えさせるために我々やってんですよっていう表現をしたんですか。そうです、そうです。はあ、あの自分は間違ってないという検察の考え方を言うと兵庫県の斉藤知事にそっくりですあの人も超エリートでね、総務官僚でいいことやってきて維新の命を受けて送り込まれてきたとなったら、そこでどんどん改革をやって政策進めましたから、いいことやってるとしか思ってないんですよね。あの信じてる、自分の仕事を一生懸命にやってるっていうふうに、ね、多分信じてるんだと思います。村上さん今の話聞いてて改めてどうですか。あの虎に翼でも出てきましたですよね、はい、うん、ね、あの共和事件っていうやつでやってましたね、はいはいはい、信じて疑わなかったんですね検察は。そういうことですよね、はい、あとあの津田さん、僕なんか報道ステーション12年やってて思うんですけども、民間の人が逮捕されたら実名も顔もさらされますよね。悪いことやったら当然で引き回されますよね、はい、うん、だけど結構エリート官僚って匿名性守られちゃうんですね。そうですね、あの NHK スペシャルでね、あの大河原化工機の事件が報道された、はい、あの内容も衝撃的でしたけれども、はい、やっぱりあそこでも実際に出てくる人たちっていうのがやっぱり実名がわからないっていうような状況ですからね。あの権力に近い人たちっていうのはマスキングされて、うん、権力に近くない場合はさらされるって、これも不条理の一つですよね。そうなんですよね。なんか僕やっぱり同時にあのさっきのね、セアロガおじさん の, あの動画、まあ、あれ見てればほとんどもうこのトークセッションいらないじゃないかっていうぐらい網羅されてたと思う。内心セアロガさんにムカつきましたもん全部言われちゃったと思ってね。そうですよ。でも一点だけあの動画でやっぱ触れられてないのが、つまりまあ最新の問題っていうのは取り調べの可視化だとか、あるいはもう証拠開示の問題とか、まあ、本当にいろんな問題があるんですけれども、今だからあれってつまり時の政権が推し進めていた、まあ、経済安保っていうですね、要は肝入りの政策というのがどうやらこれ捜査に影響したらしいということを NHK がね調査報道で明らかにしていて、やっぱり独立しなければいけない司法というのが政治で介入する余地が出てきているっていう、だから常にこの冤罪をめぐる状況というのも悪い方向にやっぱアップデートされているっていうところがある。だから本当に一度その流れを断ち切らないといけないんだなというのは思いましたね。自民党の政治の、あの裏金事件も
あれ検察がもっと動くかなっていう機運が一時盛り上がった時あったじゃないですか。そうですね、結果的に手打ちしちゃったんですかね。津田さんどう思います。まあだから結局もともとでも政治資金規正法がザル法にしてるじゃないですか。作る人たちがザル法にしてるから、ザル法でやろうとすると今度は検察にまた強いあの権力を与えてしまうかもしれないという、そういう難しいところだ。これは筋が悪いって話になるんですよ、ね、だったらやっぱり有権者がやっぱ選挙で何とかするしかないということなんだと思いますけどね。こういうね、霞が関赤レンガ派も法務省もそうですけど、霞が関も東京住宅側ぐらいになると下町の感じでいいんですけどね。いやー絶対混乱しますけど ね、そうなるとね混乱するけど権力はなくなりますよ、あんまり、ね、まあそれはそうですよね。嫌なね、うん、私が言ったことあきれ返ってますよ今津田さん何言ってんだお前は。あの僕は宋さんの何かの対談で見て、宋監督で印象に残ったのは、私は刑事裁判等々で何が一番、あるいは誰が一番悪いですかというと、こういうふうに言うようにしてると、裁判官が一番悪いっていうふうに、このあたりちょっと聞かせてください。はい、長い話になりそうだけどちょっと短くね、できればショートレンジで、大河原化工機でも問題って人質司法って問題ありますよね。これって検察官はもちろん勾留請求って言って、もっと捕まえて取り調べがしたいっていうことで勾留請求するんですよ。でそれはいわば捜査機関としてはそうしないと事件が解明できないから、はい、それは請求するでしょ。でもそれを許してるのが裁判官、交流請求来てそれの交流に意味がなければ裁判官は認めなければいいんですよ、うん、だけど裁判官は認めてるんです、うん、ほとんど全ての交流請求を認めている。僕法制審で、人質司法の話になった時に、そう言われる事実はないって裁判官に言われた時に、お休み時間に一人の裁判官に、いや今日ここに村木さん来てらっしゃいますけど、村木さんの前に行って人質司法なんかないって言えますかって言ったら、それは君言い過ぎだと、うん、要するに何かというと、あの時はまだ村木さんが犯人かどうか分かんないわけで、だから交流する必要があったんだ、あなたは村木さんが今無罪になってここにいるからそういうことを言うんだ、要するに裁判官としてあの交流請求を認めたことは正しいってまだ言うんです。あの時点では正しかった、正しかった、あの会議で休み時間とはいえ、もうびっくりして、この裁判官たちがもっと交流について厳しく審査をして簡単に交流請求を通さないということをするだけで人質司法ってある程度解消されるんです。でそれができないんです裁判官、だから裁判官が悪い、証拠開示にしても何にしても裁判官がもう少し本当に厳しく見れば、再審請求だって村山裁判官のように早田の証拠開示を認めてきちっと判断して再審請求認めるってことができるんです裁判官は。だそれやらないんです多くの裁判官が、だから裁判所が悪いんです。もう本当にそこに尽きるわけですよね、はい、村木さんどうですかね。僕は袴田さんのいろんなニュースなんかも断片的に触れてると、ある程度のキャリアを経て引退とかそういうふうに落ち着いた裁判官なり検事さんなりも開墾の状といいますか、ちょっとゆったりするじゃないですか、あの時はとか、あれ複雑な気持ちになって今バーッと笑いましたけど、どういう心境で今、はいはい、お願いします率直に。いや、いや思いはあるんじゃないかと思いたいんですが、人間だからね、うん、と思いたいけど、でも言わないんじゃないかなっていうふうに思いますね。さっきの監督の言ってたことどうですか、村木さんのことだってその時点では正しいって言ってるわけですからね、うん、まあ弁護するわけじゃないんですけど、はい、検察はやっぱり有罪にするのが自分たちの仕事って思ってるし、はい、弁護士は無罪にするのが仕事って思って、はい、両方がバトルするのはある意味でしょうがないわけですよね。でそれを正しく裁判官が判断できるかっていう、ここがポイント で正しく判断するためにはやっぱり両方にちゃんと証拠開示がされないといけないし、その、ね、その被告人をこう人質にとって交流するぞ出られないぞって脅して無理に自白を引き出すっていう、そういうのを止めてフェアな試合にするのは裁判官の仕事だと思うんですよね。そこはちゃんとやってほしい。そう思う。やっぱり検察側の無理くりのやり方に素人は目が行くんだけど、もう一つ裁判官というところにスポット当てないとちゃんと見えないっていうことですね今のお話は。そうだと思います。ね、対戦相手として向こうは
まあ、被告人とバトルするのは当たり前で、そこにちゃんとレフリーがいるっていうのが正しい勝負ですよね。そういうことですよね、はい、村上さん、袴田さんのことで言うと、あの味噌だる、味噌タンから出てきたっていう例の証拠、うん、どれだけの年月がかかってああいうものが出てきたんだっていう、その間に僕はね、ある意味ね、村上先生はっきり言いますけど、僕はあの冤罪事件っていうのは心の拉致問題だと思ってます。時間を奪われて、さらわれて、自分の人生を奪われるわけでしょ。拉致と一色ですよ、動いてないけど。こんなことは放置できないわけで、こんなに年月経った。あの証拠戻ります。なんであんな風に独り占めできるんですか、検察が。また裁判官からちょっと検察戻るんですけど、なんであんな独り占めできちゃうんですか。検察はそれが仕事だからです。やっぱりそこへ行っちゃうんですか。そういうことですね。ちょっと先生、一人の人間としてもうちょっと激しいこと言っていただきたい。何のために私が呼ばれてるか分からなくなっちゃった。それは非常にフェアでいいんですけども。はい、結局はね、あの、ドラマで描きたかったことっていうのは、そういうことを描きたかったわけです。でも検察は一言もお詫びもしなかったですよね。間違ったことをしても。で、裁判官もただしかめっ面をして判決を出すだけ。無表情なわけです。そういうふうに描いてるんですね。能面のような、それが法廷なんですよね。そうなんですよね、うん、だから取材とか行きますとね、出た方知ってると思いますけど、傍聴行ったりするとこれより1分半あるいは2分撮影の時間を取りますって、人間なのにじーっと人形みたいにいるじゃないですか。沼津秘宝館かと思いますよ、本当に。でそっから裁判始まるわけですからね。人間味がないことこの上ない、法治国家ですから。でも人間というのは情を治めると書いて情治国家でもありますから、情治国家と法治国家のいい塩梅が必要なはずなんですけども、どうしても法の名のもとに平等じゃないことが起きて、こんなことが起きてる。こうやって日比谷公園の鬱蒼とした緑を見ながら、ちょっとこういう虫の音を聞きながら高層ビル群なんか見ると、本当に経済発展は必要だけど、経済発展に身をやつしている狭間で落ち込んだ人が忘れ去られていいのかっていうことを、この暗闇の中で思ったりするわけです。あの、津田さんどうですかね。ずーっと時間をかけて、検察っていうのはこの人が有罪、この人がやった犯人だと思ったらそうじゃなかったっていうふうにストーリーひっくり返るのは異常に怖いでしょ。だからこんな長くなっちゃいますか。古田さん、古田さんのお話に行く前に、実はもう一人のゲストが。矢田さんですか。はい、あ、どうぞ矢田さんに来てください。どうぞ。あの、矢田さんが仕事終わりで来てくれました。どうぞ。ありがとうございます。あ、どうも、はじめまして、矢田さん。まあ、稲田さんと全然考え方は違うと思うんですけど、仲間ということでやらせていただきたい。稲田さん、ちょっとあの、サバイでメガネ作ってきたんで遅れちゃったんですけど、そんな、今ずっと話して、ちょっとね、あ、途中になっちゃった、ごめんなさい。はい、いや、古崎さん、本当に自由ですね、なんか、報道ステーションから解き放たれると、こんなに政治的に面白い。はい、報道ステーション12年間、相当自民党にいじめられたんで、今、それがないんで。やっぱりこの問題を考えるときに、やっぱり検察の無謬性ですよね。なんかそれを象徴するのが、はい、ずっと日本 の刑事司法っていうのがもう中世だなんていうふうに言われて、はい、欧米からあるいは国連からいろいろな政治的な問題っていうのを指摘されてきているときにですね、日本 の法務省でしたっけ、官僚の人が出たときに、その指摘をいっぱい受けたときに、シャラップって言ったね、シャラップ事件っていうのがありましたね。でもあれって本当に彼らの本音がそこに透けて見えると思うんですよね。でも本当にあの今直前に古田さんがね、これだけ経済発展しているって言っても、でも経済発展して日本っていろんな形でどんどん変わってきますよね。建物だって古くなって新しくなっている、でいろんなものが新陳代謝しているのに、なぜかこの刑事司法の証拠開示から何から全てのそういう仕組みというのがずっとやっぱ古いままで運用されているっていうところで、やっぱりここをどう変えていくのか、でしかもその変える仕組みというのがやっぱり法務省の既得権益を守る側の審議会や、そこを中心にやってしまうと、まあ、これ本当にあの須藤さんがね、ずっと審議会の議論で戦っていて、戦ってなんとか取り調べの可視化を実現したにもかかわらず、どん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 、まあ、ある種の法務官僚の手によって、どんどん
獲得したはずの陣地がどんどんあの狭くなってしまうっていうことを繰り返してきているので、まあ、今日はね、あの稲田さんもいらっしゃってますし、いろんなあの国会議員の方もいらっしゃっているので、やっぱりある程度欧米のそういう司法制度を参考にしたきちんとしたやっぱりこれちゃんと法務省が自分たちで自浄作用を働かせられないんだったら、もうあの議員立法でやるよみたいなっていうような、 そしてそれをあの世論が後押ししていくっていう、そういうことも必要なんじゃないかなと思いましたね。稲田さん、あの起訴後の有罪率が 99.9 っていう数字にもずっと言われますけど驚愕するんですよ。徹底してるなと思っちゃうんですよ。今の津田さんの話からつなげてどんなふうに今考えますか？はい、あの私今日ベレー帽をかぶっているのは、はい、あの鴨志田弁護士に私は本当にもう感動したからなんですよね、はい、で今日ワインカラーですね、あの方、はいはい、で私もこの再審法の問題、この袴田事件が再審開始するまで私も弁護士ですけれども刑事やってなかったので、あんまり深く知らなかったんですけれども、はい、やっぱりこの事件が起きてから60年、それから再審開始してからも50年近く、そして再審開始が静岡地裁になってからも10年という、この長い長い人の人生をですね、まあ、棒に振っている。そしてそれが先ほど言われたやっぱり無謬性っていうことにもとらわれていて、そして人は間違えるかもしれないっていう謙虚さを持つっていうのが私は本当の保守だと思ってるんですけれども、そういうことがやっぱり失われてるんじゃないか。それから先ほどあの考えは違うと思いますけどっておっしゃったんですが、これね考えの問題じゃなくて私はやっぱり法の不備の問題で、右であろうが左であろうが私はこの問題はあの何もあの有罪にしろ無罪にしろっていうことではなくて、やっぱりルールを作るっていう、そういう公平で公正でという問題なので、私は自民党も取り組んでいくべき問題だと思ってやってます。自民党の中でそうやって稲田さんが声を上げてくださるっていうのはすごく頼もしいと思いますね。ただ俺が言ったのはちょっといじっただけですから、ちょこっと言っただけですから、そこが本意じゃないってことは分かってください。すぐしゃくってくんですよ、こうやって稲田さん。でも稲田さんはずっと声を上げてくださってるんですもんね、こういうことに関してね。でもそれが本当の保守でしょ。今おっしゃったようにおかしいことは変えるんだっていう、明らかにおかしい。なんであんなに今ずっと堂々巡りで言ってるんですけど、ずっと証拠出さないんですかね。これ一般の人であそこまで証拠出さない権限があるっていうのを知らない人もいるだろう。あともう一つ、あのね、やっぱ法律の言葉って難しいですよね。特別抗告とかね、あ、何ですかあの検察の特別抗告とか。やだよそんなもん、真犯人が見つかっちゃったらって言ってるだけの話でしょ。あれなんであんなことができて再審が決定までこんな長引いてこんな時間かかった。ちょっとそのあたりもうちょっと教えてください。はい、やっぱりルールがないっていうこと、それから、ね、あの今言われたみたいに何回でも抗告をすることによってどんどん長引いてしまう、それから根本にあるのは間違いが許されない社会だと思うんですね。私もよく失敗もしてますけれども、やっぱり間違いが許されて間違いを正す人がちゃんとこう登用されて出世できるっていう、そういうことにしないと治らないなと思います。ある意味皆さん、その財務省とかそれから法務省とか赤レンガ派の人とか洗脳されるんですかね、やっぱりエリートとして。いや財務省だって財政健全化を図らないプライマリーバランスを含めて洗脳としか思えなくて、何もリフレーマーがいいとは言ってないんですけども、明らかに別に我々の借金じゃないのにっていうことを常に金閣玉城のように一方向で言われるとおかしいなと思うけど、なんか洗脳されてるんですかね。いや洗脳っていうよりやっぱり組織としての考え方と、個人が正しいって思うことをちゃんと声が上げれる組織にならないと私は治らないと思います。そうですよね、それ変えていかない、もうギリギリのところで語ってくれてありがとうございます。村井さん聞いてらっしゃってどうですか、今のお話も含めて。そうですね、あのやっぱり公務員って間違うとめちゃくちゃ叩かれるんですよね。そこはもうちょっと間違ったけど間違い認めてちゃんと道をちゃんと軌道修正したねっていうのをもうちょっと褒めてあげないと、
間違えましたって言えないっていうのもあるのかもしれない。そうか、我々が褒めて育てるってことも必要なんだ。特にマスコミ含めて。どうもすいません、本当に、はいはい、すぐ一応方向で批判したりしますからね、はい、本当に懺悔の気持ちも今更遅いんですけども、あともう一回裁判官とかにちょっと戻っちゃうんですけど、なんで裁判官ってこんな案件抱えてこの裁判つって裁判官が変わるといきなり変わるじゃないですか、様相が。あんなことでいいんですか、引き継ぎ。いや、私すごい怖い経験したんですけど、はい、自分の、事件の時に裁判官が決まった途端に、地元の弁護人がよかった、他のやつだったらどうなったかって言って、やっぱそこか。それ聞いた時にもうゾッとしたんですよね。それ全てのストーリーが変わっちゃうんですよね。そのやっぱりちゃんと見てくれる人と、もう検察言ってるからあれでいいかみたいな、こう安易なタイプと、どうもあれらしくって、はい、そこは本当に裁判官の質っていうのはすごい大事で、ただ質を保つためにはルール作れば、稲田さんがおっしゃったように、うん、ルールがあればどの裁判官もそれに従わなきゃいけなくなるんで、やっぱりルール作りが大事かなっていう。さっき瀬谷ロガイさんもね、沖縄の海から走ってくれましたけど、75年再審法変わってない、何考えてるんですかね、これ。おかしい、諸行無常なのに、うん、全ては諸行刻一刻無常なのに、最後法律変えるって国会議員なんですよ、はい、でも国会議員がどういう時に動いてくれるかって言ったら、国民が関心持ってくれる時なんですよ。私自分の事件の時ものすごい反省したことあって、いや刑事司法に何の関心もそれまでなかったなって思って、だから皆さんが関心持って声上げてくれたら議員さん多分動いてくれる。そういうことだ、機運を盛り上げれば。あとは稲田さんが20人ぐらいいればいい、推薦人じゃないけど20人いれば。あともう一つ僕は村上先生に一回だから聞きたいですよ。僕素朴にね、一般の人間として思うのは変だなと思うんですよ。人間としてそれは割り切りですよって言うかもないけど、鬼検事みたいな人がやめ検つって弁護士になると人が変わるってのは何ですか。すごいなと思うんですよ。人格は変わるんでしょうね。それ法律講習お願いします。いや法律講習ってやっぱり割り切れるもんですか。割り切らざるを得ないですよね。切らざるを得ないんだ、うん、逆はないでしょ。でも逆っていうのは、あ、逆は、ね、私が検察官になることは、うん、そうか、うん、確かにそう言われてみれば。そう、あとちょっとね、どなたでもいいんですけど、僕は素朴に聞きたいんですよ。一時不再理ってあるじゃないですか。でこれはなんとなくちょっと分かりますよね。一時不再理つって一度ね決めちゃった無罪っていう風になったものをいきなり有罪だっていうふうに変えることを守ってやんなきゃっていうのはなんかわかる気がする。でもこの一時不再理をこの自民党の裏金事件のことに関して稲田さんの前で悪いけども、一時不再理だからって言ってないでもっと変えろよと、あんな公明党と維新と結んだようなあんな手ぬるいのでいいのかよって思ったりもするんですよ。で一時不再理ってのはあるだろうなと思う、ここで使うなよと思いますけどね、拡大解釈で。一方で総さんどうですかね。一時不再理と僕は反転したように単純に思っちゃうんですよ。再審、これは明らかに無罪の人が有罪ってなってるから戻さなきゃいけないじゃないですか。こっちは全然進んでないですよね、今言ったように。もういい加減にしてほしいと思いますよね。ただ再審って、はい、今まず最初の理解として、はい、本当は有罪なのに無罪になってしまったから検察がこいつは有罪だからもう一回っていうのはないんです、はい、おっしゃったように憲法、はいはい、戦後の憲法でもう一時不再理で、はい、もう一度、無罪になった人はもうそのまま、はい、でこれはやっぱり巨大な権力で個人に対してやっぱり相当な無理を強いて、要するにその人の人権を奪うようなことをしてるわけですよね、はい、その末の結果だからもうそれは触れないっていう、憲法の要請があってそうなってる。だから今の再審は全て本当は無罪なのに有罪にされてしまったかもしれない人を救うための
制度だっていうのをまず皆さんに理解していただいて、そうですよ、ね、だから本当に困ってる人を救うための制度なんです、祭祀って。それだから法整備がちゃんとされてないんじゃないかって思うわけですよ。まさにそうですよね。本当に実はその戦後の刑事訴訟法を作るときに時間切れで祭祀については触れられなかったそうです、じゃあこれはまた時間のあるときにゆっくりねって言ったのが75年経っちゃった、いい加減にしてください。本当にこれはそう思うんですね。祭祀って警察官と裁判官は本当に嫌だと思います。自分たちの先輩が組織がかつて有罪だってはっきり認めたものをもう一回蒸し返される、これ積極的にやりたがらない理由分かるんです。でも一番大事なのは今目の前にいる人と向き合って本当にその人が無実なのに有罪だったらそれを救える最後のチャンスなんだから、警察官も裁判官も今目の前にいる人に向き合ってほしいんですよ。これね、警察官や裁判官にとっても素晴らしい仕事ですよ。一人の人の人権を救う最後のチャンス、そこで力を発揮できるんですから、検察が再審請求に嫌な顔をするなんてのは間違いない。喜んで受けて自分たちがやったことを振り返り検証し、目の前にいるもしかしたら無実かもしれない人を救う、こんな素晴らしい仕事ないと思う。頑張ってほしいです。古田さん、はい、大変盛り上がっているところ申し訳ありませんが、ボツボツ。嘘、上げ場の4時までって聞いてますけど。はい、もうそんな時間になりましたか。ボツボツまとめに入っていただけたらと思います。いや、もうまとめやつプタッとやめましょうか。じゃあしょうがないですね。バスッといけますか。バスッと行くしかないじゃないですか。稲田さん、なんかおっしゃりたいことないですか。せっかく途中からお見えになってくれて、はい、いっぱいあるんですけど。ありますよね。村木さんの話を聞いていて、はい、別に再審でなくても裁判官次第っていうおっしゃってましたけど、再審になったら本当に裁判官次第で30年間証拠が出てこない、裁判所が証拠を出せって言っても検察官が義務じゃないから出さないと言える。私この問題憲法審でも取り上げて、ここまで長い間かかっているっていうのはもうこの法の不作為がですね、もう憲法違反になってるんじゃないんですかってもう私はもう叫んでるんです。もうこれもイデオロギーとかそういうことじゃなくて、もう私のもう中の ある意味の正義感ですよね。トランス翼 もう毎日見て泣いてます私は。はい、そうそう、頑張りたいと思います。はい、あ、本当ぜひよろしくお願いします。はい、津野さんどうぞ。津野さんで最後にします。最後ちょっと、はい、すいません、短く、はい、僕もやっぱり元裁判官で今弁護士やられてる方とかで取材で何度かお話伺うんですけど、やっぱりこういう再審とかも含めて全部ルールが整ったことはどう思いますかって聞くと、いや、ルールを整えてほしいと。やっぱりそうすればルールを整えたことによって自分たちの判断っていうのもちゃんと下せるようになるから、だから多分それはおそらくこの冒頭の方でね、やっぱり裁判官が悪いんだって話もあったんだけれども、やっぱルールない中ですごくやっぱり裁判官も翻弄されてやっているっていう部分があるであれば、本当にルールを作るということを世論で盛り上がっていく必要があるんだろうなって思いました。当たり前のことは当たり前のようにもうやんなきゃダメだっていうところまで来てますね。本当に袴田さんの事件、その他の冤罪事件というのはそれを教えてくれます。もう一度冒頭に戻ります。うちはそうはいくかよ。これで頑張りましょう。皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。第2部のトークセッションにご登壇の皆さんに改めて拍手を送りください。どうもありがとうございました。さあ、という間の時間ですね。ありがとうございました。はい、公正である社会をこう目指すために、それはこうイデオロギーの問題ではなくて、やはりこう公正さの問題なんだという、そこにこう立ち返っていけるかというところが今を生きる私たちに問われているかと思います。さあ、イベントも佳境に入ってきましたが、続きましてミニライブに移っていきたいと思います。最初にご登場いただくのはカモン指バンドの皆さんです。先ほどご解説いただいた鴨志田由美弁護士、今日は大活躍ですね。あら、ベレー帽がよくお似合いですね、いつもですけれども。はい、ということでカモン指バンドの皆さんにバトンを渡したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あ、入りましたね。改めまして皆さんこんばんは。ここからは言葉よりも音楽で
冤罪被害のこと、再審法改正のことを皆さんの心にダイレクトに語りかけたいと思っています。なので今日は私あ申し遅れましたが、私カモンユミと言います。なんか第一部でなんか弁護士が報告してたと思うんですけど、あれはクローンですから、今の私が本当のカモンユミです。でカモンユミバンドというバンドは、私とメンバーがあと2人いるんですけども、実は私だけが素人で、あとの2人はプロフェッショナル、バリバリのプロです。今一生懸命セッティングをしてくださってますけども、まず私の近い方ですね、今日ボーカルを務めてくれます、先ほども話題になった冤罪映画の金字塔といえば周防正行監督のそれでも僕はやってないですよね。このそれでも僕はやってないでエンディングテーマを歌った歌手の方です。友澤友さんです。どうぞよろしくお願いします。そして今しゃがんで一生懸命ギターのエフェクトをですねやっているんですけれども、向こう側にいるからし色のシャツを着ているちょっとちょいわる親父っぽい感じの人がいるんですけども、周防正行監督の映画は実は、音楽は全て監督のいとこで周防義和さんが担当してます。その、周防義和さん、作曲家でミュージシャン、マルチミュージシャンでもあります周防義和さんです。スタンバイ大丈夫でしょうか。もうちょっとみたいですね。はい、今日これから、はい、たくさんの方いらっしゃる。そうですよね、本当に。いや、やっぱりミュージシャンにとってこの日比谷野外音楽堂ってはないです。はいはい。いや、やったことないです。今日初めて野音で歌うことになりまして、すごく緊張していますけども。いや、今日は第一部から第一部で私報告した時はまだ明るかったんですけど、こういい感じにこの日も暮れてきてですね。いや、すごいですね、雰囲気がすごく、ね、はい、しかも虫の声が、秋の虫の声も、ね、聞こえたりして、すごくいい感じになってきましたよね。さて、今日、カモン指バンドは2曲お届けをします。最初にお届けをするのはまさにそのそれでも僕はやってないのエンディングテーマ、静けさの中でお聴いていただきたいと思います。実はこの静けさの中でという曲は義和さんが作曲し、友澤友さんが作詞をしたという、まさにこのお二人が作った曲なんです。ラストシーンで、痴漢冤罪で冤罪に押し切られた若者が有罪判決を受けて、それでも僕はやってないって言って映画が終わっていく、あそこで流れた曲です。ぜひあのシーンを、本当はねここにそのシーンを出したいんですけど、大人の事情でスクリーンには出せないということなので、もちろん素晴らしい画像が出ます。後でまたそのことは紹介するようにしますけれども、皆さんもぜひあの映画の筋立て、どういう理不尽があったのかということを思い出して聞いていただけるといいと思います。はい、お待たせしました、それでは聞いてください。静けさの中で。Oh,
ありがとうございました。この素敵な画像を作ってくださったのは友田智さんのパートナーの健田健さんです。ありがとうございました。今日会場に来て飛び出しと思います。ありがとうございました。今から45年前の1979年10月15日、一人の男性が自宅横の牛越の大気の中から遺体で発見されました。後に大崎事件と呼ばれたこの事件で、首謀者の疑いをかけられた原口彩子さんは、家庭はやっとらん、私はやっていないと一貫して無実を訴え続けましたが、彩子さんの親族で知的な障害を持つ男性3人が、彩子の指示で自分たちがやったと自白したため、彩子さんは殺人死体遺棄の罪で懲役10年の刑を受けました。自白した男性3人の中には彩子さんの夫の一郎さんもいました。彩子さんは服役後、先に出所していた一郎さんのもとを訪れ、なぜ私を巻き込んだのと問いただしました。一郎さんは、悪かった、彩子も俺もしていないが、警察にやっただろうやっただろうと厳しく責められ、やったと言ってしまった、すまんかったと謝りました。彩子さんは、じゃあ私と一緒に再審をやりましょうと申し上げます。しかし一郎さんは、俺はもう裁判はたくさんだと断りました。私的なハンデを抱えている一郎さんは、あの恐ろしい裁判所には二度と行きたくなかったのです。彩子さんはそんな一郎さんを許せず離婚して、一人で再審の戦いを始めました。その後、一郎さんは病に倒れ、この世を去りました。共犯者とされた後の二人も、自ら命を絶ちました。今、97歳になってもなお、再審を戦っている彩子さんを、もし天国から一郎さんが見ていたら、どんな言葉をかけるだろう。そのような思いで、この曲を作りました。彩子の歌、聴いてください。俺たち三兄弟、酒が好き、飲むほどに愉快、歌って踊って千鳥足、あとは夢の中、俺の
けど腰なんて怖い。話もありましたけれども、大崎事件、原口彩子さん、今年ですでに97歳ということです。で、ご存命である被害当事者の方々がご高齢であるということを私自身も危機感を持ちますが、ただ私たちが仕組みを変えていかなければならないのは、その被害当事者の方々がご高齢であるからではないですよね。国家権力が、公権力が誤ったことをした、でそれを正さなければならないからだという、その前提を疑ってはならないというふうに私自身も改めて思います。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい大丈夫かなさあ続きまして、もう一バンド皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。極友イノセンスバンドの皆さんをお迎えしていきたいと思います。極友イノセンスバンドは、冤罪に苦しむ人たちがいるという事実を広く伝えるために立ち上がった音楽たちによって結成された国民の愛なるバンドです。それではここでバトンを極友イノセンスバンドの皆さんにお渡ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、こんばんは、極友イノセンスバンドです。あ、違ったな、合ってますよ、もう僕ともイノセンスバンドです。はい、あと2018年の僕とも映画ですね、袴田さんを中心に、冤罪の仲間の皆さんを日々を追いかけて、日々を追いかけて、キム監督が作り上げた、ドキュメンタリー映画、僕とも皆さんもご覧になってくださったと思うんですが、その音楽を、はい、我が小室仁志大先輩だ。それで、なんと、谷川俊太郎さん、そこに息子の県内の警察さんがいらっしゃいます。はい、その谷川さんって、あんまりそういう政治的っていうか、そういう詩を書かないんですよね、谷川俊太郎さん。俊太郎さんね、でもね、胸の中にはしっかりと持ってて、ね、
うん、はい、それで今回、はい、書き下ろしてくださった曲を、もちろん2曲目でやります。はい、ピアノは谷川健作、ギターボーカル藤木剛、よろしくお願いします。ボーカルイ・ジョン、誰だっけ、君はね、小室優衣、小室優衣です、よろしくお願いします。姫、はい、娘、そして鴨、鴨の俊二、ギター、はい、よし、じゃあまず1曲目、藤木剛、行かせていただきます。はい、よろしいでしょうか。自由って言ってもらうので行かせてください。Thank you.
次の曲がね、ちょっと待ってくださいよ。これがね、どんどん下がってきてますから、大丈夫。マイクがどんどん下がってきて。まあ、マイクマイクスタンドを直してみてください。今、ガチャガチャ、思わず興奮してしまいました。ありがとうございました。そして、続いて、お届けを決する曲が、先ほど冒頭にお話した小室さんと谷川俊太郎さん、両先輩が作ってくださった、僕とものね、主題ですね。そうですね。キム監督の、キム監督、キム監督来てますけど、キムね。はい。2018年の作品。はい。OK です。はい。ケンちゃん、タイトルは真実、事実、無実、あることないこと。ワン、ツー、スリthank you.
本当に客席みんなで怒ってるこの集会ね、ひどいこと、ひでこさんがずっとおしゃべりになったけども本当に言われなきひどい目にあってここにみんないるっていう感じですね。さあ、鴨志田さん、はい、バンドの皆さん呼んでください。あ、もう呼びます。いるじゃないの、自由です。カモユミバンド、ギターバス、須藤さんのいとこね。あ、今は歌ったでしょうね。よかった。よし、じゃあウィシャムロバスカップやりましょう、ね。We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Thank you.
かれました。思いは一つです。今こそ袴田さんの再審無罪を獲得して、そして再審法を変えなければいけません。今から皆さん、この日比谷から声を上げてください。このおもしのプレート2つあります。まずは赤い方を前に向けて、私がフリー袴田と言います。袴田さん、はい、石川さんもね、はい、ね、袴田さんの中にいまして、はいね、うん、みんな、あの冤罪被害のご本人も、今日は石川さんも、浅田県の菅谷さんも、埼玉県の石川さんもお見えです。みんなで一緒に今日登壇した全ての方に、舞台にもう一度上がっていただいてます。で、あの時間がないので、本当はリハーサルをするつもりだったんですけど、リハーサルをする時間がありません。一発本番です。私がフリー袴田と言ったら、その後皆さんもフリー袴田、これを2回繰り返します。その後黄色い方を出して、再審法改正と2回言いますので、私の声の後に皆さんの声を合わせてください。2回ずつ、はいはい、その時にフリー袴田、フリー袴田と、あの2回上げて、2度目は、その後は、再審法改正、再審法改正でお願いします。2回目の時に写真をマスコミの人が撮るみたいなので、少し長めに上げてみてください。よろしくお願いします。ぶっつけ本番いきますよ。いいですか？ Are you ready? Yes! Free 袴田！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 まだまだまだ、もう一回、赤い方で撮影、止めるまで言ってたらいいんですね、はい、そういうことですね。止めます。はい、はいはい、時間がないので、その後いきますよ。最新法改正、最新法改正、最新法改正、最新法改正。はい、まだまだ上げてください。まだまだ上げててくださいね。いいですか？ああ、頑張ってますか。はい、ありがとうございました。皆さんご協力ありがとうございました。ということで、あっという間のお時間でした。見渡す限りたくさんの方々にお集まりをいただきましたけれども、今日は参加者、主催者発表で2500人だそうです。たくさんの方々にお集まりをいただきまして、本当にありがとうございました。以上をもちまして、市民集会今こそ変えよう最新法カウントダウン袴田判決を終了いたします。皆さん、この袴田さんの無罪判決と、そして再審法の改正実現に向けて、国民の集まりのような市民の皆さんの声が何よりの追いかけになります。今日皆さんがお感じになったこと、お考えになったこと、ぜひ身近な方々と分かち合ってみてください。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。